このホテルのオーナーで奥さんがいる人だから会えないって母に言われてたけど、他に身寄りのなかった私は思い切って一人で父親を訪ねて行ったの。でもお前なんか私の子じゃない、二度と来るなって追い出された。そんな時、待って、会いたかった。私ね、ずっとあなたに会いたかったの。いつかきっとお父様も許してくれる。その時が来たら絶対一緒に暮らそうね。うん、これ約束の印に持ってて。それから私は